おはようございます、ここはですね、東京駅ですね、本日何をするかって話なんですけれども、前回ですね、東京駅から、JR を使わずということで、私鉄とか路線バスとか徒歩とか、そういうのを使ってね、関東の各転勤所在地の代表駅ですね、それを目指して旅をしていました。前回はですね、小浜と、千葉と、浦和ですか。前回は夏だったんですけれども、あれから4ヶ月以上経ってるのかな、ちょっと分かんないんですけれどもいろいろと事情がありまして、ちょっとこの時期になってしまいました。動画上ではすぐですけれども、北関東の方ついに目指そうと思います。北関東といえば、前橋、宇都宮、水戸ですね。前橋と宇都宮はなんとなくルートは想像つくと思いますけど、水戸はって感じです。で、今日はですね、前橋です。前橋はね、皆さんご想像の通りです。そのルートを使っていこうと思います。早速ですけども、時間の都合もあるのでね、やっていきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、やってきたのは東京メトロ千代田線二重橋前駅ですね。大手町もしくは二重橋前、どっちでもいいんですけど、ご想像の通りですよ。はい、で、このルートを使います。はい、ということでね、7時19分発阿鼻子行き2番乗り場ですね、これに乗って、行こうと思います。ちなみに JR を使っていけないっていう旅をしておりますが、これ一応 JR 車なんですけど、 JR E233 系かな。ですが路線自体は千代田線なんでセーフです。車両が JR 車両なだけで、別に路線自体は千代田線なんでね、そういうのはセーフとなります。全くだから逆を言えば、 JR でも他社の車両はダメってことです。はい、ドアが閉まります。はい、やってきたのは、小田急車ですね。はい、まさかの小田急車これで行きます。はい、到着したのは北千住ですね。はい、もうお分かりですよね。はい、はい、北千住で今度は東武線ですね、乗り換えて特急両毛赤城行きです。これに乗っていこうと思います。おお、特急ですね。はい、こっちで特急乗り場なんですけど、ケゴンとか、スペーシアですね、これリバティ両毛はね、あるんですけど、さすがにスペーシア X は乗ってないですまだ出たばっかなのであれかもしれません。真っ赤ですね、この両毛。面白い、こいつは面白い。はい、ということでね、次で終点の、赤城に着きます。で、今誰もいないんでね、堂々と喋り放題ですけれども、皆さんご存知の通りのそのルートを使うんですけれども、そうですね、私鉄でね、これね、田舎の県って言ったら失礼ですけれども、群馬県とか北関東行くのはね、かなり珍しいと思います。3県以上にまたがる大手民鉄ってなかなかないですよね。阪急とか近鉄とか、東武に至っては5県ぐらい行ってるのかな。東京、埼玉、千葉、栃木、群馬、近鉄も大阪、奈良、京都、三重かな、愛知で5県か、阪急が3県かな、丹府、京都、大阪、兵庫ぐらいかな、だいたい1県か2県、2府とかあるんですけど、結構珍しいと思います。ということで、間もなくね、赤城です。こう見ると伏線にも見えますけど、実はこれ単線並列で、これ上毛電気鉄道ですね、私はこれから乗る電車ですね。でもこの路線、富士山下とかっていう駅もあるみたいですけど、外国人が間違えて降りたという。か
本番の富士山とは全然距離も違うんですけれども、まあ、ここもっとなんかこう日比谷線の03系ですね、それがなんか乗り来るみたいで、今京王3000系かな、元京王3000系のやつが来てるんですけど、そのうちなんかあれ日比谷線の03系が来るとか来ないとか噂はされております。はい、ということでね、赤城に到着いたしました。ここからね、県庁所在地のある前橋までは、まあその目の前のね、上毛電気鉄道線っていう路線に乗ることになります。次が9時58分だったから20分ぐらいあるのかな、赤城ということでね、一旦あ、ここ緑市なんだ。なんか桐生市がこの辺りなんか緑市と桐生市がちょっと挟まってて、なんかその桐生市と桐生市の間に緑市があるというちょっとねよくわかんない、まあいわゆる桐生市飛び地があるんですけど、その間と間をまたいでるような感じですね。まあ緑市といえば、まあ、私結構鉄道が行って富広美術館とかある実態なんですけども、校内踏切なんですねここ。ということで、まあとりあえず一旦改札で、ここね IC カードが使えないんです、切符をね買う必要がありますのでね、一旦ねここでピーしましょう。ピー、はい、行きます。切符買うか、中央前橋まで630円。まあこれ買うしかないですね。はいはい、おとなしくね切符ね買ってきましたよ。630円区間高いですね、上毛電気鉄道運賃って。錦龍は280円、うん、ちなみに心臓血管センターは520円って、うわ高い高い。でも新型シェローのさっきの話だけ800型なんですね、そんなのが導入されるみたいですってけど、いつ導入するんですよね。なんかここにも出張用の乗り換え改札があるみたいですけど、でもまず切符、あ、一旦ここで出てって感じなのかな、まあ意味があるんでしょうけど。もっと京王の頭線、なんか手が入り口西桐生行きとか多分ノットインターとか書かれたんですけど、これあれっすね、手書きっすね、多分手書きっすねこれもう、まあ自転車もね持ち込めるっていうサイクルトレインも実証中なので、まあ面白いです。大間々赤城駅、あ、そうか、ここ元大間々町か、多分大間々駅っていうのが私渓谷鉄道にあるけどなんで、いや全然ここから大間々遠くねと思ったけど、別にそんだけ歩、いやそんなに実はね距離って大して遠くないんですよ、歩けない距離ではないです、ここから大間々駅って。はい、正直歩いていけますよ大間々駅。はい、これ見てね、中央前橋行きですね、これでね、行こうと思います。こっちはなんかちゃんとしたあれですね、まあ自転車持ち込めるっていうのがまた面白いです。これに乗っていきましょう。サンタクロースとかなんかベルとか、なんかこれうんと思ったら、じゃあね、まあ一気にクリスマスモードなんですかねまあイルミネーションが点灯するとか言ってましたからね、まあ夜になって近いのかなと思ったけど、そんなはずもない。これを見てみると分かる、メリークリスマス。これが心臓血管センターです。面白い駅、ちょっとなんか心臓に悪い駅名ですねでもあの心臓血管センターってのは、あの病院の最寄り駅ということでね、ある駅です。はい、中央前橋ですね、到着いたしました。ですがですね、あの群馬県のね代表駅といえばね、中央前橋じゃないんですよ。そう、県のね、県庁所在地の代表駅としては県庁、前橋駅が正しいです。間違えて群馬県は高崎と勘違いする方もいらっしゃるようですが、前橋ですよ、れっきりと。あ、群馬県は間違いないか
でもまあ誰とこから前橋駅の方に行こうと思います。はい、ご乗車ありがとうございました。運賃箱ここに置いてください。これいいのかな、これいいのかな、運賃箱。うーん、さようなら。いや、いいんです。まあ、あんな方式ちょっと難しいでしょう。いやー、あそこしっかり人がいない場合もあるからさ、時間的に不正乗車楽じゃんと思うんで思いかますけどね。はい、でこっから今度は前橋駅の方まで行こうと思いますが、まあ歩いても行けるしバスでも行けますが、うん、バス乗ると100円、歩いていくと15分ぐらい、それでも15分で行けちゃうので、まあ行こうと思います。なんか都合よくシャトルバスが来たみたいなので、これでちょっと行きましょうか。どうせ前橋行くでしょ、うん。ありがとうございました。はい、前橋駅ですね。はい、ということでですね、前橋駅に到着いたしました。まあね、あの私鉄でね、私鉄というか、あのそうですね、あの JR 以外って言った方が正しいのでしょうか。まあ、JR も広い意味で私鉄なんでね、はい。まあ、JR 以外の民鉄を使って関東の各県庁所在地の代表駅ですね、今回前橋編をお送りいたしました。次回は多分宇都宮になるのかな。まあ、宇都宮もね、そこそこね難しくはないですけれども、まあ皆さんご想像の宇都宮だと思ったら、まあでももしかしたら違うとするかもしれませんが、とりあえず次回は宇都宮になると思います。ということ ですね、とりあえず前橋は終わりとなります。ということ ですね、次の動画でお会いいたしましょう。それではまちゃ。本日はジョニーの動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございました。次はチャンネル登録です。視聴者様にお願いいたします。見終わりました動画に高評価、また X のフォローをしてくださいますようご理解とご協力をお願いいたします。